どうも、谷口正隆です。今回の動画は、ちょっとこう、遅くなっちゃったんですけど、4月22日にやった、デイビス対ガルシアのメガファイトについて、ちょっと遅れたんですけど、語っていけたらいいなと思います。皆さん見ました?これすごかったですよね。ていうかやっぱもう、こんだけのスターたちになると、タイトルがかかってなくても、この試合ってこの契約、ウェイトでの普通のノンタイトルだったんですけど、タイトルかかってなくてももうこのお金とか人の動きをすごい、僕も朝からめっちゃ楽しみにして見てましたもんね。でもまあ余談なんですけど、ワウワウあるあるで何時開始ってなってて、その何時につけるじゃないですか。で今回11時開始だったんかな、11時開始だったんですけど、11時につけると11時初っ端からデイビス対ガルシアが始まるんじゃなくて、最初この注目カードから始まるんですよね。僕初めて見た時それ知らなくて、その時9時やったんかな、早起きして9時から始まるもんやと思ってて、パッてつけたらまだまだかかってて、結局見出したのが12時ぐらいかな、やり出したのが。結構、あ、なるほどな、みたいな。一試合だけ試合するんじゃないんやって当たり前なんですけど。なんか、ワウワウ初めて見た時に、それ思いましたね。では、これ置いといて。まあ、試合内容だったんですけど、なんかもう一言で言うと、ガルシアもすごかったんですけど、デイビスがもう、えぐい。デイビスがすごすぎる。なんか、反射神経もそうやし、あと、身体能力。バネとかが、もうすごすぎる。もう、多分生物的に強いんでしょうね。なんか、ボクシングだけじゃなくても、何しても、一定のところまでいけるような、こう、人なんじゃないかなと思います。結構、デイビスとガルシア、身長差あったんですけど、なんか、それをこう、ものともしなかったんですよね。ガルシアもめちゃくちゃ、ライト級やのに、なんかもう、スピードが軽量級みたいなんですよね。ガルシアももちろんめちゃくちゃすごかったんですけど、なんかデイビスの強さがめっちゃ際立ちましたね。なんか僕、今までデイビスって結構アッパー系が強い選手なんかなと思ったんですよ。それこそ誰かとやった時に、アッパー一発で視神経を刺してる、多分イメージが強いから、なんかアッパーめっちゃ上手い選手なんやなと思ったんですけど、今回の試合で、なんかジャブもそうやし、ストレート、ボディストレートとか、そういうまっすぐのパンチも上手い。まあもうあの階級でのこう3階級チャンピオンなんで当たり前なんですけど、なんかそのイメージとは違った繊細さも感じましたね。僕の戦前予想は、デイビスの TKO 勝利だったんですけど、まあ結果だけ見ると、まあ7ラウンドの KO だったんですけど、面白かったんですよ、この試合内容が。試合展開で言うと、1ラウンド目ゴングなって、ガルシアがめっちゃこう、予想外にめちゃくちゃプレッシャーをかけてたんですよね。なんか僕の中でデイビスがこう、ゆったりこのリング中央で戦うのかなと思ったら、結構ガルシアがプレッシャーかけて、めっちゃジャブつきながら、デイビスがこう動いて、まずこう見ることに徹したと思うんですよね。結構ロープ背負ったりして、クリーンヒットはなかったけど、なんかガルシアのこう構成が見えましたね。意外でしたね、ガルシアがあんなにプレッシャーかけるって。一ラウンド目は本当もうずっとガルシアがプレッシャーかけて、プレッシャーかけて、迫ったとこ連打打って、みたいな感じで終わったんですけど。で、2ラウンド目もそんな感じでガルシアがこうすごいプレッシャーかけて、ジャブついて、で、デイビスはまた見て、見て、見て、見て。だから、デイビスのその見る能力もすごいですね。クリーンヒットももらわないし、で、ガルシアもパンチのこの回転がめちゃくちゃ速いんですよ。特にガルシアなんかもフック代名詞じゃないですか。めっちゃ速い。で、2ラウンド目構成の中、ガルシアのそのさっき言った代名詞のフックをデイビスが避けて、このフックをしっかり避けて、避けた後に左の下から出るようなこう、こう避けて、こういうような軌道の、あれは何?アッパーになるかな?ストレートになるかな?なんかわかんないんですけど、こう下からちょっとこうストレート気味に出たパンチでダウン奪うんですよ。で、ダメージはダメージは、どうやろう。そこまで、やっべーっていう感じじゃないけど、まあ、あるっちゃあったと思いますよ。あのフックに対して避けてカウンター合わせるっていうのは、もう異次元。で、ガルシアも、まさかこの自分の得意なフックでカウンター取られると思ってなかったような、結構、おーみたいな感じだったんですよね。で、立って、普通に再開してるんですけど、そっから多分ガルシア警戒したのか、1、2ラウンド序盤ぐらいのゴリゴリのプレッシャーはなくなったんですよ。ちょっとプレッシャーはかけるけど、ちょっと様子も見るみたいな。そしたらこう、プレッシャーが弱まったら、デイビスがちょっとこう、リングの真ん中で戦えるようになってきたんですよね。で、3ラウンド目になって、ちょっとデイビスもプレッシャーかけ始めて、で、出だすんですけど、このデイビスがすごいのって、ガルシアとの身長差があるのに、ジャブを当てれるんですよ。あのジャブ当ててたのは、マジですごい。
ジャブ当てて当てて、まあ、当ててではないな。一発パーって当てて、また動きながら、ジャブ打って、ガルシアがジャブ打ってくるんですよ。そのジャブに対して、避けて、左ストレートとかを打つんですよね。あの身長差であれができるっていうのはすごいですね。なんか身長差あんまり気にしてない感じでしたし。長身の方と戦う時っていうのは結構やりづらさ。やりづらいですね。まずその、上にジャブを当てるっていう概念というか考えが結構、ないんですよ。まず下から打つとか、距離が詰まってからやっと上に打つとかなんですけど、その見合ってる中で上に打って、しかもそれが当たってたんで、なんかよく分かんなかった、そこは。僕はその身長高い人とやるときは、上をまず一発目に上を当てるっていうよりも、フェイントかけて下打ったりだとか、上に打つけど当たったらいいなぐらい。そこで近づいてきてやっと連打の中のどれかを上に当てるって考えなんですよ。一発目あれを当てるっていうのはすごいです。しかもあの世界のトップレベル相手に。で、僕動いてる中でデイビスがすごいなって思ったのは、打ってやっぱガルシアって大きいんで当たるけどバランス崩したりするんですよ。で、ガルシアもやっぱめちゃくちゃうまいんでそこを見逃さずに打つんですけど、デイビスそのバランス崩れたらすぐクリンチに行くんですよね。クリンチに行って回って体勢を整える。それもこうガルシアのすごいプレッシャーの中もそうだったんですよ。プレッシャーかけられて、そのロープに詰まってきた、うわ逃げ場なくなったなって思ったら、またこうクリンチしてひっついてこうバランス整えて回るっていう、なんかそういう細かい動きのうまさもありましたね。だから4ラウンド目ぐらいからデイビスが結構プレッシャーかけていってたんですよね。デイビスは先打てるし、で避けてその相手に対してカウンターも打てるんですよ。ガルシアもやっぱ遠い距離ではガルシアも手出てたんですけど、近い距離になるとやっぱデイビスの回転が早いんですよね。で、カウンターもこう当てられてたし、でもやっぱガルシアのパンチも生きてたんで、デイビスは結構こう警戒はしてたんですけど、その中でも見切れたのかな。途中ぐらい4ラウンド5ラウンドぐらいから下がりきるっていうのがなくなったんですよね。リング中央で戦いながらガルシアがこうバッて出てきた時だけ、その分出てきた分だけ距離を取るみたいな。そのガルシアが出てきた内割りに打って、ガルシアが下がったらその下がった分だけ出る。だからなんか結構デイビス派手に見えるけど、なんか細かい動きの一つ一つがなんか繊細でしたね。テクニックももちろんありますし、スピードは当たり前にある、パワーは当たり前にある。その中であんだけこう繊細なテクニックあったらもう嫌ですでそれかといって上ばっかりかと思えばボディも打てますし、デイビスが一回バッて攻めた時に、なんかお互いがバランス崩してガルシアがこう結構丸まって動いたんですよね。その時デイビスしっかりとガルシアの空いてるボディを見て打ってたんで、なんかすごいなって思いましたなんかデイビスが勝つとは思ってたけど、あんな感じで試合がこう終わるとは思わなかったですね。まあ、5-6と僕はデイビスに振ってたんですけど、ガルシアもガルシアで結構いいんですよね。スピードも速いしタイミングも合ってるんですけど、それをデイビスがこう当てさせない、ブロックもできるこの状態だけでかわせるし、かわしたと思ったらすぐ返してくるし、学習能力も速いんかなデイビスは。で、勝負が決まったのが7回だったんですけど、このちょっと揉み合ってる中でデイビスがこう左のボディを打つんですよ。それがこうバチーンって入ったってわけじゃなくて、トンっていう本当タイミングで入ったパンチなんですけど、その一瞬のこのガルシアがこう揉みくちゃになってる時、ポンって当てられて引いたんですよ。で、普通だったんですけど、僕その時にあ、これボディ絶対効いたって思ったんですよ。本当ですか？はい。なんか全然わかんない、何を思ったの？サウスポーのボディってやっぱこう僕も打つんで、あ、今のめっちゃタイミング良かったって思ったんですよ。効いたって思ったけど、ガルシア普通だったんだ、あれ効いてないんかなって思ったら倒れたんで、あ、効いてた効いてたみたいな。あれは効いたと思いますよ。ガルシアも多分予想してなかったタイミングでのパンチなんで、めちゃくちゃ苦しかったと思うんです。その前にこういう右フックみたいなのを避けてボンって当ててます。そう、避けて、なんかちょっとこうお互い近づいちゃうじゃないですか、はい、近づいて、まあ、クリンチほどではないけど結構近づいたところで頭振ってコンみたいな、もうドカーンってよりもポツンって打つような、あれも効くんですね。てかタイミングのボディってめちゃくちゃ効くんですよ。なんか本当力入ってないタイミングでボディを打たれると、普段鍛えてても関係なしに効くんですよね。なんか来るって分かってたら力入れれるんですけど、自分が全く考えてない状態、例えば僕がこう結構ボディ自信あるんですけど、こうやってこう上見てて急にパーって殴られたら 100% 倒れる自信あるんでまあそこまで極論じゃないですけど、絶対効いたなっていう感じはありました。でも倒れた後のガルシアの顔を見ると、立てるんかなって思ったんですよ。こう膝ついてこう
休んでるのかなと思ったらそのまま10カウントで、でもガルシアがその10カウントになる前にデイビスの方の顔を見てたんですよね。だからその時デイビスがどんな顔してたのかも気になる。やっぱこうカメラはこう倒れてるガルシアをこうピックアップするんで、ガルシアがこうやってグーってなってる時になんか不意にこうデイビスのファッて見たんですよ。その時デイビスどんな顔してたかなと思います。なんかガルシア的には多分心折れたんでしょうね。多分立てたと思うんですよね。でもなんかあの感じ心折れたんかなと思いました僕。なんかデイビスの顔見て心折れたのか、それともただ単純にあやべって思って心が折れたのか分かんないんですけど、多分あのまま試合は多分できたとは思うんですよね。あの感じだと結果的にデイビスの圧勝になるんかな。でも試合以外で言うと、なんか試合前からすごいこう絶戦する人があったじゃないですか。でなんかこのお二人多分仲良くなるんちゃうかなと思ったんですよね。なんかその後ツイッターでなんかやり取りしてました。やり取りっていうか電話番号の交換やってましたよね。なんかありましたね。その海外のそういうのが僕わかんないんですけど、なんかトラッシュトークの最中でもなんかファーストネームで呼んでたんで、はい、なんか そういうのってファーストネームで呼ぶんかなって思ったのは覚えてますね。だからなんか仲良くなりそうやなって。いやけど今回の試合がファイトマネーが500万ドルでガルシアが250万ドル500万ドル6億ちょい。なんかワウワウ見てる時に出てたんですけど、最低報酬でデイビスが6億でガルシアが何億ですよね。でそっから最低報酬なんで多分それプラスペーパービューの売り上げが多分あると思うんですよ。結構ペーパービューの売り上げってなんかね、なんかで見たんですけど多分大きいらしくて、だからもう2人とも10億以上は入ってるんじゃないですか。すごいな。1試合36分戦って10何億わけわかんない。わけわかんないですね。すごいな。しかも会場がラスベガスで、なんかやっぱ夢ありますよね。でも初階級の今後、それこそシャクールとか。そうか、ライト級だと、まあ今、第一人者はヘイニーになるんですかね。うん、ヘイニーが4団体チャンピオンで、確か5月20日にロマチェンコと統一戦というか統一防衛戦で、シャクールも挑戦者決定戦勝ってますし、で、ガルシア、デイビス。ガルシアはスーパーライトに上げるんかな。面白いですよね。なんかライト級って異次元。もうこの軽量級の僕からすると、もうライトとかはわかんないですもん。すごすぎて。なんか軽量級みたいな素早いスタイルもあるし、その中でもすごい爆発的なパンチ力も持ってるし、なんかライト級ぐらいの試合って見てるだけでめちゃくちゃ面白いんですよね。だからもう今回の試合もすごい、試合前から試合後まで楽しませてもらいましたね。まあ、結果的にはデイビスのね、7ラウンド KO 勝ちやったということで、まあ、すごい僕自身も楽しめましたし、なんか純粋なファン目線としてボクシング楽しめましたね。あと改めて感じたのはやっぱこう、ボクシングは夢があるなって思いました。まあこんな感じで今日はね、デイビス対ガルシアについて、触れていきました。まあ皆さんもなんかね、ここデイビスのここすごかったとか、いやガルシアのここもすごかったとかっていうのがあればよかったらどしどしコメントください。読ませてもらってます。まあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございます。